漫才協会を脅かす出来事が起きてしまいました。それが次のページです。なるほどね。各芸能事務所がお笑い養成所を創設ということでございますね。ですから今まで芸人になるためには誰か この弟子にならなきゃいけない徒弟制度っていうのが、まあ、基本的には一般と言われていますけども、この養成所ができたことでちょっと切り替わってしまったという、ね、確かに。で我々はまあ NSC とかに入ってないんですけど、漫才協会には知らなかったのでもうそういう路線で行こうとしていたんですけどね、はい。そんな我々芸歴1年目の時に白羽の矢が立ちました。2002年に魔石芸能社の事務所の社長に呼び出された我々に下った事例が次のページです。ないっすね、マンズ協会ってもらうから真似はいい、真似はいい、社長の真似はいい、分かんない、当時の社長。まあ魔石芸能社っていうのは内海桂子よしえが大看板に、まあ、いる事務所なんですけどね、新人をこう毎年弟子にして、まあ、協会に入れていたんです、昔はね。ただやっぱり日本映画学校という学校ができて、まあ、うっちゃんなんちゃん路線で、まあ、そこからバカリズムさんとかこう増えていくんですよ。でただバカリズムさんとか伊藤麻子さん当時コンビだったんですけど、必ず魔石の社長から一回漫才協会に入んなって、やっぱり稽古予選第二の稽古予選作りたいからって言われるんですけど、いや僕たちはテレビの方で頑張りたいんで、うっちゃんなんちゃん路線で行きたいんでって言うと、あそうだねって社長も折れるんですけど、なぜか我々ナイツは絶対ダメだと。なんでこれはもしかしたら土屋くんのお母さんが魔石芸能社に昔所属してた、ね、演歌歌手だったんですよ、はあ、はい、対馬亜紀っていう、はい、この対馬亜紀を売り出すために魔石芸能社、はい、あの多大な借金を抱えてました、はい、それがあったからやってもらうぞと。対馬亜紀のせいなんだ。対馬亜紀のせいっていうのもちょっと思い入れが強かったんだね。やっぱ浅草でなんかこう売れさせたいみたいな、そうですね、思い入れもあって、うん、でほとんど見たことない人ですからね、うん、だからずっとジムのおじさんだと思ってた人が、うん、急にラメのスーツ着て舞台から それはビビるな。あとずっと師匠だと思ってた人が、うん、師匠の友達だった出入りしてんだ楽屋に。まあそんなね生活が始まりまして、ですから我々も魔石芸能社に入ってましたので、ライブには出ているんです、ね、普通の芸人と同じですから。ですから昼は浅草東洋館で、夜は若手のライブ、新宿とかやるライブという日々がちょっと始まるんですけど、忙しい。すると、こんなことに頭を悩ませることになります。次のページです。漫才のテンポをどっちに合わせていいかわからない。これはね、あのお客さんがお年寄りさらに少ない、もうまず早口だと聞いてくれないっていうのがあって、受けたいのでどん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 遅くなっていくんですね、はいはいはい、伝わるように、うん、そうすると夜のライブで早くしようとしてもちょっとそこが修正ができなくなっちゃう。結局結果どっちも受けないみたいな。どういうネタやってたんですか。ね、ちょうどうちの兄貴がすごいバンって売れた時だったんで、まあ若手のライブだったら、まあうちの兄貴が花輪って言いまして、でこう土屋君のお母さんがね、皆さんご存知ですよね、対馬亜紀って言うんですみたいな、こういう感じでボケるんですか、はいはい、で昼は実は相方の土屋君のお母さんが演歌歌手なんです。皆さんご存知でしょうか。3、2、1、対馬亜紀ぐらいゆっくりやる。そうやんないと分かりやすい、ここボケですよっていうとこを立てて言わない。3、2、1、立てないですよね若手のライブは。なんだったらちょっとボソッと言うというか、ボソに憧れて入ってきたんですよね、うん、気がついたらお足元の臭い中ようけそうとしっかり言う。分かりやすい、立てすぎだろっていうぐらい。どうですか酒井さん、この状況は。でもまあ浅草の、ええ、お風呂場の休憩所で僕らも漫才やったことあるんですけど、うん、あ、ありますね祭り、全く受けなくて、ほんと客悪いなと思って帰りました。ですからね、もう漫才協会入って苦悩するね、はい、我々なんですけども、うん、一方で漫才協会のこの幹部たちはかつての浅草の勢いを取り戻すために新たなお笑いスターを生み出そうと試行錯誤をしていました、うん、そして2001年に漫才協会の幹部たちはあるイベントに
多大なる影響を受けました、はい、それが次のページでございます。この動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。